きましておめでとうございます。 AKB48 18期研究生です。イエーイ。はい、私があなたが好きなのはと言ったら君なのって言ってください。はい、こっちからだとね。あ、でもいいよ。はい、もうエモい。はい、はい、あなたが好きなのはひなのみんなの姫様になりたいの。長野県出身、高校3年生、17歳のちゃんひなこと久保ひなのです。よろしくお願いします。イエーイ。うん、はい、あなたの心にほっと一息、北海道の歌姫19歳こひこと成田こひなです。よろしくお願いいたします。よっしゃー。ありがとう。今日はね、あの初めてのイカジリムということで元気にいきたいと思います。あ、今からリズムに合わせてゆいちって呼んでください。はい。ゆいち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 。ゆいはみんなから愛されたいちゃん。長崎県出身、中学3年生、14歳、ゆいちこと山口です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、それではタイトルコールをしましょう。はい、はい、いきますよ。一か八から全力イッパチルーム。イエーイ。はい、この番組は AKB48 18期研究生がいろいろな企画に挑戦しながら新たな魅力を伝えていくレギュラー番組となっています。はい、 AKB48 オフィシャルライブチャンネルでアーカイブ配信中です。見逃した人、もう一度見たい方はぜひアーカイブでご確認ください。はい、そしてアーカイブで見ている皆さん、毎週火曜日18時からショールームで生配信しています。こちらにもぜひご参加ください。お願いします。はい、そしてショールームの番組参加方法です。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます。ポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、アイテムを投げてどんどんアピールしてください。了解ふん。じゃあ早速ちょっとコメントを読んでみましょう。はい、こんばんは。こんばんは。はい、私初の一発ルームなんで ね2024年よろしくお願いします。はい、楽しみってコメントありますけど。本当盛り上げよっかな。声出してもらっていいですか。大きい声よろしくお願いします。お願いします。はい、大人やって言われてるよ。お、大人ですよ、もちろん。まだ19ですけどね。長崎どうだったって言うじゃん。最高でした、本当に大好きです。こんにちは。え、連れてって欲しかった。どういうこと。なんか食べた。うん、食べました、いっぱい。もうなんか食べ過ぎて逆に記憶がないんですけど。ちゃんぽん食べた。食べてない。あの、ね、カップラーメン3杯とあの数の子を大量に食べた記憶があるんですけど、本当になんかもう10個以上食べたので、皆さんも食べてみてください。なんか美味しいです。それでってほしい。はい、ということで、じゃあランキングもじゃあちょっと1位から3位まで見てみましょう。じゃん。お、じゃあいくよー。せーの、3位、あいあいさん。ありがとうございます。せーの、2位、関根さん。ありがとうございます。せーの、1位、みりちさん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということで番組に参加するには無料のアカウント登録が必要なんです。残念。ありがとうございます。そうです、はい、登録がまだの皆さんは登録してコメントやアイテムでのご参加お願いします。お願いします。はい、そして拡散してもらいやすいようにここでスクショタイムをしましょう。はい、10秒間カメラにアピールしますので、このハッシュタグいっぱちルームをつけてぜひぜひ皆さん SNS に投稿をお願いします。はい、お願いします。じゃあこれはじゃあ分かった。竜年竜年だから竜ポーズで。竜ポーズね、オッケー。かわいい系の竜ポーズでいきます。可愛く立つポーズで。はい、ということで、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。終了。ありがとうございます。はい、はい、 X でのポストはこちらのハッシュタグ
一発ルームでお願いします。はい、そして今日の一発チャレンジはですね、うん、去年最後に配信した一発ルームの YouTube アーカイブの高評価数によって難易度が変わるチャレンジです。皆さん先週のアーカイブの高評価をぜひぜひまだの方はよろしくお願いします。お願いします。はい、今年最初の一発ルームということなんですけど、ちょっとそれぞれの今年の抱負とか喋ってみませんかって感じなんですけど。今年の抱負か、難しいね。ね、え、どうする、こうこの活動をすると、も自分の人生的に、じお一回さ、人生にしよう。大きい括りでね。人生も決めてる。成田小日向としてなんだけどね。成田小日向とか山口。ちょっと一回さ、聞きたいんだけどさ、抱負ってなんだっけ。なんか目標ってか、なんかこうしたい、こうありたいみたいな。え、決まった人いる？決まった？私はもうひなちゃん結構、うん、確か、うん、メールとか、うん、いろんなサイトでちょっと喋ってるはいるんですけど、ズワリ、真面目に誠実に時間を守ってやることをやってからやる。どういうことやどういうことかな。はい、これは詳しく聞いてもいいですか。ちょっとやっぱちょっとそろそろもうちょっと真面目に行きたいなっていう、あ、もちろん今までも真面目だったんですけど、うんうんうん、より一層ちょっと真面目に、ちょっと自分が苦手だったことをちょっと克服しようということで、信頼、時間を守る、誠実に真面目に、あとやりたいことよりやるべきことをやってからやるっていう、ちょっとガチな目標を決めました。本当にガチだね。めっちゃガチです。めっちゃ真面目や。いや、ふざけてもいいよ。だからいや、真面目にやったから。じゃあ、決まった？抱負が分かんないから何も言えないんだけど。目標、今年の目標、こうしたいよ、頑張りたいみたいな。あ、はい、ダンス頑張るのよ。じゃあ、はい、じゃあ、いい？適当に言ってたんだけど、予想は、まあ、ダンスを生かして飛躍して、1日10歩進むっていう感じなんですけど。いや、ちょっと違う。なんかこういう感じだよね、抱負って、うん、でも合ってる合ってる。で、のそのままで、今年はゆいはダンスが得意なので、ダンスをして頑張って1日10歩っていう感じなんですけど。1日10歩は、まあ、1歩進むよりも10歩進むよってことだよね。そう、1日10歩という言葉があると思うんですけど、それの10倍を、1日で頑張るっていうのを、はい、じゃあ飛躍、あ、間違えた、抱負にしたいと思います。5段張り今決めた感じですね。そうですね、私はやっぱりまだ19歳なんですけど、今年の3月に20歳を迎えるということで、去年よりも大人な女性になりたいなって思ってて。なってるよ。だよね、うん、見た目も内面も。確かにそうなんだけど、そう、見た目も内面もそうなんですけど、やっぱりこう、なんて言うんだろうな、選ばれる人になりたいって思ってて、なんかこう今まではこう環境に甘えてるところがたくさんあったと思うんですけど、今年は環境に甘えず自分自身でこう前に進んでいけたらいいなっていう思ってるので、今年は大人な女性を抱負にしたいと思います。真面目、ね、日本語上手だね。コヒーは本当に、ね、日本語が上手で今、ね、びっくりして、あんま聞いてなかったんだけど。聞いてよ、聞いてるんだけど。聞いてよ、ね、それよりも、ね、日本語が、耳に入っちゃいました。、はい、真面目な、一応真面目な放送。おナーロブさんからタワーが来てます。だそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。ナーロブさん、ありがとうございます。はい、はい、ということで、ね、ではじゃあこんな目標を掲げている私たちですが、今年も AKB48 18期研究生をぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではさて、ここで年末年始の18期を振り返っていきたいと思うんですけど、はい、そうですね、前回が26日8人で出たやつか、一気に出たやつ、ご褒美企画のやつか、ね、それからなんかエピソードでもあんまり会ってないね。そうなんだよね。そうなの、他2人がさ、そういなくて、地元に帰ってたから久しぶりだったんだよね。そう、朝っていうか、なんかさっき会ってから、もうなんか久しぶりで、さっきでも18人みんなに会ったんだけど、久しぶりすぎて、この2人とか本当に特に、そうなんだよね、本当に会ってなくて、私とかは3日にフェスに出させていただいて、会ってたんですけど、2人は本当に会ってなくて、もうなんか、そう、初めましてって感じだったよね。そう、本当になんかちょっと距離感が分かんない。明けおめだよね、ここもね、明けおめ、あ、言ってるんだわ。明けおめって感じだったんだけど、私は北海道にちょうど帰省してて、なんか
地元の成人式が1日違いで無事に出れたんですけど、うんうん、そういろいろね、もうそれもいろいろあって、うん、あの飛行機がちょっと欠便になってしまったり、うん、どっち、ね、なんかどっちかを諦めなきゃいけないって状況だったんですけど、うん、こう空港さんがありがたいことにいろいろね手を施してくれて、うん、両方出ることができたので、うん、すごい大変そうだった。そう、新年いい始まりになりました、ね、よかった。ゆいもこひと同じで、うん、長崎に帰させていただいたんですけど、うん、あのね、こひって北海道じゃん、うん、であの端っこで、うんうん、ゆいもちょうどその一番下の、うん、端っこなんで、あのなんと電話をしようってしたよね、コヒ、うん、ね、そう約束したんですけど、うんうん、まあ、結局その電話ができなかったので、もうその悲しみを全部数の子で、うん、あの取り戻したんですけど、うん、そうですね、あと友達、地元の友達がめっちゃあのゆいにね、うん、あの最初久しぶりって普通言うと思うんですけど、え、なんか言っていい、なんか背伸びたが一言目なんです。みんな伸びたよね。伸びたもんね。そうです、だからちょっとね、楽しかったです。よかったね。ついてきたかったけど、じゃあ年越しの瞬間は何かしてた？私は寝てたんですよ、ちなみに。ひなはダンスしてました。あ、え、もう気づいたら年越しってこと？そうなんだよね。いつの間にか年越してて、水島さんにトントンとされて、ひなが踊ってたんだけど、うん、年越ししたよパターン。ねめっちゃ静かい。そうだったの、初めて。そう、ちなみにゆいは多分日本で一番なんかジャンプした人って飛んだと言っても過言ではないくらい、あのもう天井にぶっ刺さるぐらいの勢いでジャンプをしたんですけど、それ家族と一緒にジャンプをして年越しましたね。飛んだか。ひなちゃんは寝てたということで、三者三様ですね。ね、みんな初めて寝たよ。今まで飛んでた。飛んでた。今年寝ちゃった。今年眠かったよ、なんか。眠かった、ね、眠かった。大阪公演あったしね。確かに寝ちゃいましたね。はい。で、なんと思ったら、ということで、昨日はね、あったけど、うん、まあ後ほど、うん、コヒノはお話しするということで、はい。じゃあ今後のお知らせはまたエンディングでお話しします。はい。では、さて、改めて、成田コヒナちゃん。お疲れ様でした。ありがとうございます。おめでとう、成人。ありがとうございます、はい、でもね、まださっきも言ったけど19歳なんですけど、うんうん、なんか20歳どうですか、そろそろなるって感じ。そうですね、本当に実感がなくて、昨日もなんかこう20歳の集い参加させていただいたんですけど、うんうん、やっぱ20歳じゃないからここにいていいのかなっていう。まだ19歳か。そうなんだよね。あ、でもここみんな早生まれだから。 それを経験するよね。私も成人の日まだ19だし、ゆいもいつか成人したら19だよ。そうだよね。あ、そっか。そうだから、そっか、そう地元とか帰ってもさ、なんかみんなは20歳なんだけど、うん、私だけ19歳だなみたいな、なんかやっぱまだ子供でいたい気分があるんですけど、やっぱ背伸びもしたく、まあ、いろんな二律背反の気持ちでいます。もうコーヒーが大人なんてもうね、感動ものだよね。誰親戚の方。いや、コーヒーをね、もうずっと見守ってきたものとしてはね、本当にそう、1年経ってないけどね。本当にもう誰だ、なんか、あのね、本当なんか、ふとあのお風呂で、あ、コーヒーそういえば大人になるんだってふと頭に思ってきて、いや、なんか悲しいと思って、ちょっと泣きそうになった。誰だ。そうだね。誰キャラ誰だ。いや、まあ、そう、やっぱコヒーね、隣に見てきたからね。ゆいちゃんはね、そう、成人もプレゼントもくれて、さっきね、そうくれたんだよね。ね、それ使ってくれたんだよね。そう、今使ったんだよね。そうなんだよね。そうなんだよね。ゆいももう絶対いつかね、もしかしたらひなのよりも早く成人するかもしれない。無理だね。無理なんだけど、それはないよね。いや、わかんないじゃん。でも私は次2月で成人だよ、一応。え、もう18なの。一応成人は18で、うん、あの早20歳はまだだけど、私は一応成人になります、次あと1ヶ月で。いや、悔しい、ちょっと今負けてられない。今14歳14なので、まあ、もうすぐ成人だじゃ、いいもんね。でも次15じゃん。うん、あと3年だ。まだまだだね。まだまだだね。やっぱ同期でもこう年齢の差がすごく ね、もう悔しい、うん、でも分かんないから、もう追い越すかもしれないから。分かるよ。20歳までひなちゃんはあと2年、3年うん、うわダメだよ。はい、皆さん成人の姿、はい、期待しておいてください。お願いします、はい、そし
してね、ちなみに20年前の2004年はどんな年だったかニュースをちょっといくつかピックアップしていただきました。どうぞ。なんかいっぱいあるよ。何が気になる？あ、私は言っていい、うんうん、映画世界の中心で愛を叫ぶが大ヒットに、ちょっと全然知らない、タイトルしか知らない。え、生まれてすぐ見たの？いや、生まれて、うん、生まれてないです私これ。あ、生まれてないのか。生まれてないんだけど、ひなが生まれてすぐかな。え、すごい、何歳？だから0歳。0歳。あ、0歳か。2004年に生まれたからね、うん、あ、そっかそっか。そうなるほど。これは私めっちゃ好きなんで、はい、あの今、お、そんな前だったんだって思いました。確かに確かに、かすごい。全然わかんない、ひな。え、冥やっぱ冥王星がね、太陽系の一番わかんないんだよね。星か一番わかんないんですかね。あの純惑星に光学となるって書いてあるんですけど、どういうことなの？どういう意味？わかんない、わかんない、わかんない、わかんない。え、まだ0歳だからこのニュースを多分認識してないよね。何で一つの用語もわかんないんです。何これ、よくわかんない。あ、イナバウアー。とりあえず光学してた。イナバウアー、あのあれだよ、私は知ってる。あ、イナバウアーわかる。あの技、後ろに向けぞる、向けぞるやつ、ね、その時はすごかった。え、なにそれ、2004年に起こったの？起こって、その人がやりだした。あ、やって、うん、金メダルを獲得だった。あ、なるほど、オリンピックか。そう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 、あ、スケートで後ろにバーってやるやつ。あー、なるほどね。生まれてないですね。やばい、何一つわかんないけど、生まれてる私もわかんない。わかんないね、0歳だからほぼ生まれてないみたいな。今もうすぐ生まれてるからちょっと惜しかったんだけどな。ね、うん、そうそうそう、全然だね。はい、はい、ということで、あの昨日の二十歳の集いだったんですけど、こひちゃんな、どうでしたか？そうですね、なんか私ちょうど昨日の朝、昨日の夜、ん、昨日になる時ぐらいに東京に帰ってきて、うん、もう寝ないでね、あのね、参加したんですよね。成人式ってね、すごい大変って聞く。そう、早朝、めっちゃ早朝。深夜3時に集合だったんですけど、うん、そんな早いの？そう、真っ暗で、なんか起きてんだか起きてない状況で行って、うん、でもね、すごい眠くはなかったんだよね。え、そう、だから一瞬目が覚めてて楽しみだった。楽しみだった、本当に、うん、あと寒かったですね、とっても。え、寒そうだった。そうだよね、本当に寒かった。ということで、当日の模様の映像があるみたいなので見てもらおうと思います。どうぞ。何撮った？何撮った？何撮った？僕は綺麗だね。かわいい、かわいい、やめる、めっちゃ似合ってる。かわいい、髪飾り綺麗、うん、めっちゃ似合ってる、白黒が。自撮り映像。裏側、初公開自撮り映像。裏側って感じがする。うわ、すごい。なんか、みんなちょっと違って可愛くて。でも、そう、本当になんかみんなで6人で話したんですけど、うん、なんか全く、同じような振り袖がいないねみたいになって、うん、本当に個性強いこの年はって、たくさんお話しました。あ、可愛い。緊張してる？コーヒーちょっと。寒いの。いや、なんか本当に寒いの。寒いなって顔してる。顔が寒そう。寒すぎてもうね、全部固まってる。これも寒いって思ってる。寒い。寒いよ。寒い。寒そうな格好。でも暖かそうに見えるんだけどね。めっちゃ寒い。本当に手の感覚なかったね。この時はゴキ通ってて、なんか。お願い。そう。白。白いな、コーヒー。あ、寒い寒いって言ってる。これ髪型もね、自分で選べて、私は卒業生の高橋樹里さんの髪型を参考にさせていただいたんですけど、今までにない感じの髪型で、似合ってる、似合ってない？めっちゃ似合ってる。似合ってるよね。大人っぽい。そう、アップスタイルが可愛いでしょ。ありがとう。じゃあ、みんなもはい、すいません、オフィシャルから行かせてください。みんな可愛いです。みんな可愛いです。かわいい。前髪いい感じ。そうしたら前髪がめっちゃ綺麗。ファンの方もね、何人か当たった方が見に来てくださって、守られながら。かわいい。かわいい。かわいい。なんか。かわいい。結構あ、めっちゃアップなんだ。手寒いから抱いて見せてます。ちょっと待ってくれてんだ、こいつ。横で待機。
全員先輩だから、ね、あそうだよね、先輩と一緒だったもんね。これは絵馬を描いている途中ですね。これは飾られてるんですよね、神田明神さんに、って聞いたので、ぜひ皆さん見に行ってください。飾られてるはず。うわ、かわいい。後ろから分かる、かわいい。こっち綺麗だ。めっちゃ裏側って感じするね、めっちゃ。裏側って感じ、ドキュメンタリー。全身が可愛い。似合ってる、めっちゃ大人っぽいね。今回選んだ服はこんな感じで。可愛い。キラキラしてる。めっちゃ全体的にシックな、モノクロで決めてきたんですけど、結構ファンの方がモノクロが似合ってるから、ね、結構青で、ね、はい、選んでみました。可愛い。ファンの方が似合ってる。それ。このカメラの量見て、すごい、やばい、一人で出てくるの、一人ずつ、そう、一人ずつ、絶対こける、こんな、しかもトップバッターだったからさ、お手本がないわけで、そうだよね、めっちゃ怖かった、うん、こんなに今暴れちゃう、このシャッターの数も、回ってる、全身、その後ろ向いてる時、なんか、なんだこれって、ね、どうしよう、どうしようって思いながら、めちゃめちゃ。これ2周するからさ、2周するの、そう、どういう感情で回ったらいいんですか。なんか私は地球だと思いながらさ、なりきってね、うん、めっちゃ緊張するよ、こんなのコーヒーが私は AKB48 の歌声で撮ったことになって、昼目でもソロで歌わせていただいたんですけど、まだまだ見せられてない、私の歌声が分かると思うので、もっと見せていきたいです。なんか先全然わからなくて、何言ったらいいとかわかんないんですけど、ギルシマメーカーと一緒に暮らしているので、なんか美味しいお酒をごってもらおうかなと思います。これからトップに立つ世代、立つとかけて、うん、立つ時に立つ世代で頑張りたいなって思います。歴史あるこの子たちの集いに参加させていただけて、すごく緊張したし、ファンの方の目の前で成人式やるなんてもう絶対ないっていうか、すごく AKB らしいなって思うんですけれども、やっぱ二十歳になったということで、もっと大人な一面をイパチルームでも見せていけたらいいなと思うし、18期のことをもっと引っ張っていけるような存在になりたいなって思います。ではスタジオにお返しします。ただいまー。日本語上手なのね。コーヒーもう日本語やっぱり上手なの。お姉さんでさすがに。可愛かったね、うん。着物がすごい似合ってた。モノクロの着物すっごい似合ってたね。本当に嬉しい。ありがとう。綺麗だった。大人っぽかったし。うんうん、ね、もう大好きです。え可愛かったからね、本当に余計感動しましたね。感動した、横から見てても、嬉しい、ありがとう。どうだった皆さんとかね、かわいかったけど、どうでしたか。なんか結構ね、すごい、あのこう SNS のフォロワーがすごい昨日増えて、めちゃめちゃたくさんの方に見ていただけたみたいで、なんかこう結構ね、エゴサをするんですけど、うん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 、調べたら結構あの子知らないけどなんか可愛いみたいな、よかった、嬉しいね、気分上々って感じで、あげあげ。昨日はその X のコヒの投稿をお母さんと一緒に見たんですけど、あーコヒ綺麗って言って1分間ぐらいその携帯をコヒ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 って言ってながらあの見たんですけど、もうね、似合ってたよ、本当に嬉しい、よかった、めっちゃ可愛かった、本当に嬉しい、ありがとうございます。ドラゴンポーズって打ち合わせしてたの、ドラゴンポーズは、なんか千葉さんがあの、トップに立つ世代って決めてくれたんですけど、なんか立つ世代っていう時にこのポーズしようって言ってたような気がするけど、眠かったの全然覚えてないです。
そうなの記憶がね、曖昧になっちゃうよね。そう、あんまり覚えてないけど、うん、多分、みんな揃ってるからやってたはず。あ、そうあこれ、竜ポーズ。そう、立つね。あ、立つポーズ、うん、かわいい。かわいいね。ちなみに、エマには何て書いてました？そう、エマにはね、自立した大人の女性になるって書いたんですけど。なってるよ、自分。本当に、うん、なんか、さっきの抱負でも話したんですけど、やっぱりこう外見だけではなく内面もこう自立してなんか一人で生きていけるような人になりたいなってすごく前々から思ってるので、まあそれもあってあの一人で海外行きたいんじゃなくて、そうなんかそれぐらい自立なんていうんだろう、精神的にもしたいなっていう意味を込めて書かせていただいたんですけど、いやさすがって感じ。そうだよね、もう上手いです。でもなんか私何年後かにちょっと二十歳になるんですけど、なんかアドバイスあります？アドバイスですか？なんかください。アドバイスします、ご飯は食べましょう。はい、もちろん、はい、食べ睡眠しましょう。おお、はい、寒いのでカイロ持ってきましょう。お願いします。この3点かかこの3点お願いします。本当にわかりました。春カイロがいいですか？持つタイプ春カイロがいいと思います。春カイロ、OK。 あとあの着物を着させてくれ、くださる方に、あの言われたんですけど、私がすごく着物をねなんか上手に着るねって言われて、なんかこう結構長時間あれ着てる、深夜3時からずっと着てるから、こう着崩れしてきちゃうっぽくて、私は一度も直さず、そうみんな結構上手、そうまた帯取り直してとかあったんですけど、すごい、私はあのあんまり着崩れしないタイプだったんですけど、ちょっと不安な方があのいらっしゃる。大丈夫大丈夫大丈夫。でもなんか浴衣ってなんかちょっとさ結構引き締まってる感じ、着物結構ギシッてしてるじゃん、だけどなんかそういうのなんかホテルとかでよく家も着るんですけど、それ浴衣だね。それ着物違うのね。そういうのを着るんですけど、もうなんかもうそういうのもすぐ暴れたくなっちゃう人だから、もうすぐもう二十歳になってるから落ち着いてる。落ち着いてんのかな。もう前がねバッて開いちゃうの、もう暴れすぎて、怖い。そでももっとギュッて締められてるから明日とかだよね。いやそう、なんか背もたれで絶対ついちゃいけなくて、ずっとこの姿勢でねずっと待ってなきゃいけなくて、私と水嶋さんが一番最初の入りだったんですけど、二人ずっとこの姿勢でご飯を食べてました。無理です。こぼしちゃいそう。しかも無理無理、絶対無理。頑張ろうね。もうなんか二十歳になれない気がしてきた、ゆえ。頑張ろう。大丈夫、今っていっぱいあるから。そうだよね。またあとさっきのアドバイス6年後に生かすね。頑張ろう。あとなんかこれから成人迎える方、たくさんファンの方にもいらっしゃるかもしれないので、あの私の髪型と着物を参考にしてほしいなって思います。確かに可愛かった。可愛かった、本当に。色も参考にさせていただきましょう。着物は夢きららさんでお借りしました。ありがとうございます。やったよ、ね、ではじゃあ改めて二十歳の集いを迎えたので皆さんにメッセージをお願いします。はい、私はあの実を言うと二十歳になるまでにこの音楽の夢を叶えられなかったら諦めるっていうふうにずっとお母さんとお約束をしていたので、こうしてこの場所にいられてることが本当に奇跡だし、最後の挑戦として AKB48 に加入させていただけて、こういろんな、ね、たくさんの経験をさせていただいてるんですけど、こう先ほども話したように環境に甘えず、まあ、これからもっと自立して、自分から前にこう自分を見せていけるように頑張っていきたいなって思うので、皆さん応援よろしくお願いします。あもう涙出そうになった本当にさすがですね。ではこれから誕生日を迎えるそうなので、二十歳の成田小ひなちゃんをお楽しみにしていてください。小ひちゃんお願いします。3月3日に二十歳になります。もうすぐだね。そう、握手会の日だね。そうなの。しかも当日ね。当日にあるんですよ。ぜひお祝いしに来てください。そして続いてはこちらのコーナーです。ではタイトルコール元気にゆういちお願いします。はい、じゃあ行きますよ。なんだっけ、一発チャレンジ。はい、このコーナーでは18期メンバーの団結を深めるため毎回テーマを設けてさまざまなチャレンジをしていきたいと思います。5ポイントをゲットするごとにご褒美企画が行われます。はい、そして現在新しいご褒美に向けてのチャレンジ中でして、あずきつかみとことわざ和訳をクリアしてピンポン玉スローは失敗してしまい、現在2ポイントあります。5ポイント。はい、そして今回のチャレンジは
新春餅つかみチャレンジです。お餅ってことは食べれるってことかな？食べれません。はい、一人制限時間を1分以内にして、うん、お餅を積み上げ、全員合計で80個を積み上げるゲームとなっています。お餅積んだことありますか？ない。ないですね。積まったことはあるけど。積ま、熱っ。あ、そう、お餅つまむ、つまんだことあるけど、そうそうそう、これはないよね。うん、ないね。はい、ただ皆さんの協力での成功率が上がります、うん、YouTube の前回放送のアーカイブ動画の高評価数によってお餅の形が変わります。200以下だと鏡餅、鏡餅400、わかる、うん、もう1個つまったやつ、あ、なるほど。400以下だと丸餅、あ、来た、鏡餅、鏡餅、あ、これなんだ、鏡餅、うん、そして、はい、美味しい方だと丸餅、丸餅大好き。はい、そして400を超えれば角餅、これよく見るやつだ ね、よく見るやつ、これになります。ちなみに1分を経過した時にキープできていたお餅の数を計測するということで、どう、詰めそう、え、これだったらさ、これは余裕だよね、いけるくない、これ開けるんですか、このまま、このままだって、ちょっとでも、まあ、正味丸でも私はいける気がする。いや、でも四角の方が簡単だよ ね、10個以上詰めそうだもんね。うん、そうだね、はい、もういそう。ではちょっと高評価の数を確認してみましょう。さあ、おお、425、おにぎり成功、角餅、角餅、角餅、やった、美味しそう、やった、はい、ということでじゃあチャレンジしていきましょう。誰からやる、どうする、なんかひな場うまそうだから最後にしたっけ、あ、いいよ、いいよ、じゃあ、じゃあちょっと美味しそうだな、じゃあじゃんけんしようか、最初にじゃんけん、ぽい、よし、どっちがいいですか、じゃあゆいはちょっと先頭を切りたいと思います。じゃあ1番2番その方が早く食べれるしね、食べれないね、食べない、いきます。お、なんかこれ台に乗せられるそうなんですけど、はい、その鏡だって回るらしいよ、回るの、あ、回ってる、え、めっちゃ回ってる。具材を平らにするために用意してくださったんですけど、うん、まあ、なんと、ね、まさか回るらしいです。知らなかった。ね、難易度がさ、あ、ほる、ね、ちょっと難しいかも、やりにくそう。うわ、じゃあそろそろよろしいでしょうか。はい、じゃあ1番のゆいちゃんお願いします。幸せ。立っていいよ。立ってもいい。立ってもいいよ。じゃあ座りたいと思います。じゃあこれ焼いたら美味しいんだろうな、本当に。じゃあ立っていきましょう。用意したってみて。あ、そうかそうか。いくよ。うん、よーい、スタート。いくね。これ倒したら終わり？うん。え、倒したらもう一回。あ、いいんだ。だね。あ、でも意外と袋で。ね、袋。あ、倒れそう。これ回るからさ。え、一分だよ。食べてる暇ないよ。これじゃ。そうそうで。これ手で押さえてもいいんだっけ？ダメ。待って、むずくない？これ結構。あ、あ、待って、無理かも。これ無理だわ、他。あっち側にした方がいいんだよ。ああ、やばい。そうそうで。1分がしんどいかも、ね、はぁ、あ、やばい、待って、待って、あ、抜けるよ。え、むずくね、これ、むずい、はぁ、あ、やばい、むずい。80個ってさ、1人10個だよね、最低ね、へぇ、そしたらいける、ちょっと待って、これさ、あ、あー、ちょっと待って、え、やばいかも、ちょっと結構むずい、10秒前いけた、あー、倒れそう、倒れそう、あー、やばい、ちょっと待って、5秒前、4、3、キープしてよ、キープ、キープ、とりあえず1、あー、やばい、もうむずいよ、これむずいね、これはどうします、今倒れましたけど、倒れちゃいましたね、3個ですね、え、これですか、え、3個、えぇ、ー、そうだ、いや、結構むずいね、これ難しそうだった、やってみるだけで、やるやる、言ってるけど、え、これ積み方決まってるって言われてないですよね、うん、1個ずつ積めばどんな感じ、え、ここの台に置けばいいってことですか、ジンガって一緒に無理でしょ、え、これさ、袋が、あ、それ全然大丈夫、あ、これはダメでしょ、あ、ジンガダメなの、うわぁ、むずい、これ意外と、あとなんか回ってるから、ね、そうだよね、動いちゃってね、なんか定まんないよね、この子、これそう、定まんない、あ、じゃあ、わぁ、練習しようか、これ80個こうしたことさ、もう乗るかな、手紙持ち日なのいいでしょうか、うん、え、これ立った方がいいと思う、
これ袋開けたらダメなんですよ。でもそうやった方が手も鑑定しそう。じゃあいいですか私、うん、はい。え、どうしよう。え、違う、あ、OK、はい、3個、うん、では成田小日菜ちゃんの挑戦です。いきます、よーい、スタート。ちょっとこれ 回るんだけど。回るの嫌だね。あ、でもさっきより安定してる。回るのしてる。それだよね、ひんちゃんもそれ思った。あ、でも、あ、でもいい、バランス取れてるよ。ちょっと回るのきついかも、これ回んないで。止まれ、止まって。え、結構無理だわ、これ。え、きつい。頑張って。ほら、回ってるからさ、揺れるよね。揺れる、勝手に。あ、あ、え、無理だよ、これ回んないで。ちょっとひなちゃん、飽きないで。あ、でも、え、無理だわ、これ。揺れる、揺れる。え、これでキープしてもいい？いいよ。5秒前。これ以上乗せたら落ちる。終了です。ちょっとこれ難しい。1、2、3、4、5、6個。おお、全然無理だわ、これ。6個、2人で9個。厳しい。厳しいね、回るんだもん。6個、バランス取れたと思ってもさ、回っちゃう。なんで回るんだろうね、嫌だわ、うん、止めて。2人でだって9点だよ。そうだよね、やばいよね。これ開ければさ、あれだけど、袋がさ、ボコボコしてるから、ね、次はもうひなのにかけるしかないっていうことで、ひなの任せたよ。はい、じゃあ、いいですか。はい、ひこひなのちゃんの挑戦です。それでは、よーい、スタート。早い、早い、早い。これも得意そう、うん。あー、どうか、バランス取るのめっちゃむずい、これ。そうだよね、しかも動くからさ。そう、今のところ順調ですよ。袋がね、そう、ツル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 して。めっちゃ真剣ですもう30秒時間です。早い、しかも早くない、ね、袋いいよ、破きたい。ひんちゃんもキープしたい。え、メリー触れないでしょ、回るの。床、ここでやったことない。え、メリー、メリー、ひなちゃん、あ、あ、あ、回ってる、回ってる。キープ、あと何分？5秒前です。え、4、3。無理だよね、斜めってるもん、うんうん、ねえ、メリー。あ、でもむずい。あ、むず、いや、無理だわ、難しいね、これ。6が限界。限界でしょ。でも7個だよ。ま、あ、じゃあ、ということで、じゃあ、これになりますけども、え、でも難しかったね。やっぱ動いてやってみると。ね。え、ここでちょっとやってみてもいいですか。これってどれぐらい詰めるんだろう。回ってるの関係してそうじゃない？あ、でも。確かにね、バランスが。でもいいよ、いいよ、バランス取りやすいから、こっちの方が。え、やっぱなんか大え、結構いけるね、いけるくない、これ。え、いい、でもこれ結果にする。ほら、あ、おお、なんか10個はいけるんだね、やっぱり、ね、この中で。この台が難しい。わ、わー、これ見て、10個。わかんない。おお、ね、すごい。やっぱ台であるとちょっと違うんだ ね、うん、ね、やっぱり。え、でもなんか私は今袋の向きをちょっと気にしたんだけど、うん、もう気にしてたよね。そう、でも無理だった。この台が難かったです、回るのが。いや、そうだよね。ということで、今週は、はい、ということで、もうやんないようね。はい、これは、ゆいちゃんが3、こひが6、ひなちゃんが7個を積み上げたんですけど、合計何個だ、これ。
合計で16。全然まだまだ。これ8人で80個、はい、ですか。ちょっと厳しい結果になってしまって合計16個なんですけど、次週のチャレンジも後日配信される。この配信のアーカイブの高評価数でお餅が変わります。200以下だと鏡餅、400以下だと丸餅、400を超えれば角餅となります。皆さんぜひ次回500超えたら回転ストップだって。はあ、皆さんぜひ皆さんよろしくお願いします。これ回転重要です。本当にこれダメなんです。はい、ぜひ皆さんご高評価をご協力お願いします。はい、はい、以上一発チャレンジでした。あー悔しい。ちょっともうこの台が嫌いになりそう。ね、本当に、ね、はい、あっという間のエンディングです。はい、どうでしたか。成人のお話楽しかったのにね、この台のせいで気分下げ気分下げ下げ下げ、まあ、それは、まあ、後からね食べれるかもしれないじゃんから。確かに持って帰っちゃうかな。え、もらっちゃいたいよな、ね、私鏡餅がいいな。え、これねレンジで焼くと本当に美味しい。え、違うよ、レンジで焼くって。ちょっとオーブンで焼くの。あ、確かに確かに。全然関係ない話していい、うん、お餅さ何で食べる味。お醤油、お雑煮、うん、じゃ醤油なしで。あ、塩塩塩きなこ砂糖醤油食べたことある？ない。本当に美味しいから食べてください。なんか食べやすいみたいな、なんか餅の宣伝になってるけどさ、なんか多分わかんない地域なのか知らないんだけど、うん、なんか砂糖醤油私は結構ちっちゃい時からベースだったの。醤油とかじゃなくて砂糖醤油で食べてたんだけど、うん、食べたことない人多いっぽいので、うん、ぜひ食べてください。食べたことなかったら、はい、あとこれねバッテンバッテンにして聞いたら、ね、美味しいので、お餅はいい、お餅はいい、ね、はい、全然ですから。はい、ここで告知ですね。はい、はい、見てくれた。はい、ピアリーナ MM でコンサートを実施いたします。チケット情報は AKB48 の公式ホームページでぜひチェックしてください。はい、まだ申し込みしてないよって方はぜひぜひ来てください。お願いします。待ってます。楽しいです。はい。それでは詳しい情報はね、あの AKB オフィシャルサイトでご確認ください。はい、じゃあ最後にランキングを確認しましょう。13位から1位を確認いたします。はい。やりましょう。せーの。13位ワッカーさん。ありがとうございました。せーの。12位マナミさん。ありがとうございました。せーの、11位ゆきおさん、ありがとうございます。せーの、10位あいあいさん、ありがとうございます。せーの、9位キムテツさん、ありがとうございます。せーの、8位ひなの愛してるひでさん、ありがとうございます。せーの、7位しろねこにゃんにゃんさん、ありがとうございます。せーの、7位ウォーターメロンさん、ありがとうございます。はいはい、6位変わった、変わってない、変わった、変わってない、あ、ま、あれ変わって、あ、じゃあ6位せーの、みちさん、ありがとうございます。せーの、5位関根さん、ありがとうございます。せーの、4位ひなの愛してるひでさん、ありがとうございます。せーの、3位ビビアンドベベさん、ありがとうございます。せーの、2位ゆいちさん、ありがとうございます。せーの、1位ナーラブさん、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、今日の番組は以上ですが、皆さん今日どうでしたか。やっぱり20歳の集いこうしてね、一発ルームでこう、うん、ね、特番じゃないですけど、こう私の企画として出してくださるのは本当に嬉しかったですし、うん、まあ、昨日のやつを見れてない方もこれで興味を持っていただけたら、うん、あのインスタグラムと X に写真たくさん投稿してるのでぜひ見に来てください。可愛いです。お願いします。いつも早く20歳になりましょう。ね、頑張りましょうね。はい、皆さんどうでしたか今日。どうでしたか。あ、改めておめでとうだって。ありがとうございます。皆さんもね、親目線で見てくれて。確かに。素敵な二十歳になれるように頑張ります。ありがとうございます。はい。お餅難しいね。ね。次回頑張ってね、みんな。頑張ってね。頑張ってね。もう皆さんもお願いします。はい。はい。次週のメンバーは、新井沙耶ちゃん、工藤かすみちゃん、坂井ゆめみちゃんの3人です。頑張ってね。お待ち。心配したけど頑張る。頑張ろう。はい。配信を絶対に見逃さないために、右上のハートマークをクリックしてお気に入り登録をお願いします。はい、わかった。はい。それでは、以上。AKB48 18期研究生でした。バイバイ。
バイバーイ。よいお年を。よいお年を。あ、明けおめ。今年もよろしくお願いします。